こんにちは、山口健さんと中見かんです。一発決めたい、かましたい、整いたい、そんなことを考えてたら一日があっという間に終わります。田中美香です。さあ、何の話をしているかわかるかな。裸になって汗をかき、熱くなったり冷たくなったり、最後には決まる。そう、サウナ。正直あんまり興味なかった。でもいろんな YouTuber さんがサウナにハマってたりだとか、調べていくうちに私も整ってみたいと強く願うようになっていました。整うって何ってとこなんですけど、サウナ入って水風呂入って休憩して、サウナ入って水風呂入って休憩してって繰り返すと整うんやって何整うってな。部類的にはお酒、タバコ、マリファナ、整うみたいな、なんかわからんけどすごい最高の状態になるらしいので、それを味わってみたいなと思って。ということで、自粛中にもできるおうちでミストサウナー。普通のドライサウナは熱で髪がパサついたりとか息吸うのが苦しかったりするんやけど、ミストサウナは逆に肌とか髪が潤ったりとか、蒸気を吸うことによって鼻炎のセルフケアができるらしい。毛穴が開いてもう化粧を完全にオフできるっていう、そのほんといいこと尽くしらしいのよ。すごいなんか、あ、なんかのさ、案件みたいな喋りやけど、全然絡んでません。企業さんとお金絡んでませんから。普段すごいなんか食べる動画だったりとか、ズボラな性格をね、全世界に配信したりだとか、みんなにね、正直呆れられてると思うんですよ。みかんちゃん、怠惰だなーっつって。男ができん理由も納得ですね、と。言ってるでしょ、どうせ。なので、ここらで一旦ね、全世界に私のこの息を、女子力上げてるよって。サウナミストで整ってるよって。女子力をアピールしていかないと。ね。ということで、お家でミストサウナ、え？あー、レッツゴー。これ合ってる？傘でかすぎん。おこんな感じで、1分待ちまーす。あっちー。例えば、君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心を打つ。きつい、息苦しい、歌歌ったら半端じゃない。アクエリアス飲みます。やっぱサウナに水分補給は必須ですね。うわ、絶対美味しい。この暑い中で冷たいアクエは、うわ、めっちゃ汗かいてきた。いやさ、もう温泉に行きたいんですよ。いや、私割と温泉大好き好き好き、オーナーコマンやけどさ、この自粛期間中温泉行かれるのも本当にきつい。水風呂入りたい。外気に肌を触れさせたい。外で裸になりたい。もうこのまま自粛期間続いたら私もうそういう系になっちゃうよって。家で自粛しすぎた結果、刑務所で自粛することになっちゃうよって。見てこの感じ、なんか不憫でしょ。風呂で肩張ってなんか不格好でさ、こっち側から見てもそうですよ。なんかビニールに囲まれて、な、何、私はなんか飼育されてるんですか、ビニールハウスで栽培されてるんですか、トマトですか、イチゴですか、いいえ、田中みかんちゃです。つまんなくて、びっくりした。え、待って、これは思った以上に効果があるの。多分すっごい熱いの。うわー、これはね、みんなやるときはね、水分補給をね、しっかりとってね、やるべきだと思う。これ、いけるわ、これ。何も持って入らずに入ったら死ぬよ。アクエ、うんま、うーん、まあ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 、波胸ね、もうまあもう波胸ね。騒がしい日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてゆく前に、僕の手を掴んで、ほら、忘れてしまいたくない。全然知らねえ。この歌めちゃめちゃ難しいよね。はい、10分終わり。あー、うわ、もうモザイクだらけじゃ。びっくり。今日の動画マジでモザイクだらけよ。よいしょ。ということで、水風呂入りたいと思います。水のシャワー浴びるだけなんですけど、プールの授業の前に水のシャワー浴びることを地獄のシャワーって呼んでたんですけど、他にも地獄のシャワーって呼んでた人いますか？ふちゃへんか。3、2、1。とりあえず5分休憩します。あー。
でもこっちに来た時にちょっと気持ちいいかも。これはちょっと2回目が期待できそうな感じはする。私この企画ちょっと楽しみでバスローブまで買ったからね。これ見て、ニトリで。ちょっと水風呂の時は正直どうなることやら、このまま行ってしまうのではないかっていう風に思ったんですけど、意外とねこっちに来てみるとふわっとする感覚がありますね。ちょっと危ない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 、あー、このために買ってきたんですよこれを。やばい、 CM できちゃうじゃん。アクエリアスとクーリッシュ、私ぴったり。いただきっす。はい、しっかり水分補給して2回目いきます。無印のおいさんかっこいいねとつぶやいたら、ふとこっちを見てふっと笑ってくれたような気がした。無印のお兄さんかっこいいねと、無印のお兄さんかっこいい、無印のお兄さん、無印のお兄さん、無印のやば、名曲できたわ。はい、今5分ぐらい経ったんですけど、結構もう油だらけ、あ、違う違う、汗だらけです。筆間違えた。もうなんか自分の汗のことを油って言うようになった際にはもう終わりだと思ってるわ。ほんとね、自粛中なんか運動とかせん人とかめっちゃいいと思うよ。じっとしてるだけで汗かくんだもん。コスパ良すぎん？特に私なんかはね、代謝がめちゃめちゃ悪いので、なんか周りには気づかれん程度の汗をかく。いや、なんか中学の部活の時に、私バスケ部やったんやけど、めちゃめちゃ走らされる部活だったので、冬かな、あのジャージ着てね、あの外周走ってたのね。で、部員の中でジャージ着てたの私だけなの。外周から帰ってきた時にコーチに、お前なんかそのジャージ着とるってことは頑張ってない証拠じゃ、もう一回走れって。連帯責任全員走らされてたからね。ジャージを着とるっていう理由でね、外周を走らされたりとか、この代謝の悪さが京都でした時はありましたね。で、私の体老廃物でできてるからね、ほんとね気をつけた方がいいよ。このチャンネル実質老廃物チャンネルだよ。なんか心なしかね、さっきから鼻水ズーズー吸ってる気がするわ。この中でめちゃめちゃ蒸気が発生してるから、それ吸ってるわけやから、鼻炎の人いいかもよ。私鼻水でんで有名なんやけどね、マジでね、汗も鼻水も出んし、あの、おならと涙しかね、私は大体ね。よし、10分経った。傘溶ける時めっちゃ気持ちいいよ。サカツをしてる方たちにとってこれが整ったっていうのかわかんないんですけど、自分の中ではこれ整ったのではと思ってます。ここに来た時にすっごいふわふわする感じが、すごい気持ちがいいな、体に良さそうな感じしますけどね。それでもなんか今語彙力ないもんね。もうなんか喋りたくないもん今。終わるわ。みんなもね、ちょっとやってみてください。めちゃめちゃ割とね良かった。で、特に女の子やったらミストサウナやけ、毛穴も開いて化粧も取れるし、潤うし、水蒸気の美顔器代わりになるので、まあ、そういう意味でもしてみるのもありなんじゃないかなって思いました。ということで、本日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらとかね、私もしてみようかなって思った人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter と Instagram のチャンネルの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。